愛工石田駅は、神奈川県厚木市愛工一丁目にある、小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は、O35。1980年代初頭頃より、厚木市、伊勢原市のベッドタウン化による人口の増加が始まり、西部の森の里の開発を契機に、大学や企業の誘致も、相まって、駅北側の整備が行われ、当駅を拠点としたバス路線が開設されるなど、 短期間で、著しい変化を遂げた。1986年頃の愛好石田駅、京城駅社化工事が始まる直前、小田原線が開通する際の駅設置予定地は、現在の駅所在地よりも1キロメートルほど、伊勢原よりの中運、成瀬村高森であった。しかし、地主の反対を受けたことから、現在地よりも少し西側の成瀬村石田へ計画を変更した。 ここで愛好郡南毛利村から駅誘致があったため、さらに東側に計画を変更しようとしたところ、全く石田に鉄道駅がなくなることには石田側が難色を示した。このため、南毛利村と成瀬村の境界付近に駅を設置することとし、駅名も南毛利村愛好と、成瀬村石田の双方の地名を合わせることになった。相対式ホームに面2線の地上駅で、 京上駅舎を有している。改築前の旧地上駅舎時代は、約3分の1前後が、伊勢原市石田にかかっていたが、京上駅舎完成後は一部駅用地のみが同市で、駅施設は厚木市愛工側に集中した。ホーム延長工事後、再び、石田側に一部駅施設がかかる部分が発生した。乗り場は海側を一番線として、下表の通りとなる。乗り場に千十一年春に、 隣駅の伊勢原駅とともに行き先案内表示機が設置された。さらに、2012年1月から8月にかけて、各ホームの上屋増設工事を実施した。駅名標は2017年3月に LED 照明付きのものに交換された。なお、それと同時に、駅構内の案内表示類がすべて新しい仕様のものに変更、統一され、駅名標も含め、 日本語とハングル及び中国語兵器のものとなった。2017年3月28日、小田急電鉄が高見沢サイバネティックスの実証実験に協力するため、当駅で高見沢サイバネティックス製商工場式ホーム作の実証実験を2017年夏頃から開始すると発表された。そして発表からおよそ6ヶ月後の9月24日の 初電より稼働となり、2018年3月1日まで実証実験が行われた。近年の乗降人員、乗車人員の推移は、下表の通り、北口側は国道246号に接しているため、ロードサイド店舗が多い。南口側は純粋な住宅地である。愛工石田駅、バスターミナル1980年頃までは当駅を、始発、終着とする。 路線バスはなく、国道246号上の愛好石田と新宿側の立教を下って小田原厚木道路に向かう道の途中に駅入口の2カ所のバス停があるのみであった。その後、高森団地などからの住民の要望により愛好石田高森団地線が運行開始された。この時の折り返し場は現在、昭和会館が立地する場所であった。その後、 国道246号から直接、愛好原住宅へ向かう道路が開通し、高森団地愛好石田、愛好原住宅間や伊勢原駅高森団地、愛好石田、愛好原住宅間の路線が運行されるようになった。折り返し場の制約から愛好石田を途中、停留所とした運行形態であったが、愛好原住宅から先も折り台へ抜ける道路が、 開通すると、それまで本厚木駅近くから出発していた日産テクニカルセンターへの送迎バスも当駅近くに折り返し場を新設して対応するなど、渋滞の多い本厚木駅への路線に変わる交通手段としてにわかに脚光を浴びるようになった。このため、京城駅車下と同時に北口にバスターミナルの建設が開始され、 東京駅舎の供用開始よりも少し早い1987年10月6日より、供養を開始した。同時に、愛好医師駅入口の各停留場の機能は、バスターミナルへ統合されることになった。2010年4月現在、伊勢原駅、平塚駅、松陰大学などへ、計14系統が運行されている。なお、高森団地線は、同年4月11日をもって、 廃止となった。各路線の詳細については、松尾は神奈川中央交通東、厚木営業所、松尾のは神奈川中央交通西、平塚営業所、それ以外の路線は神奈川中央交通西、伊勢原営業所を参照。2014年3月10日より、愛工石田駅南口と東成瀬地区を結ぶ、東成瀬循環線。 2016年9月12日より、歌川地区を結ぶ歌川循環線の運行を開始した。ありがとうございます。